ゼル全車速のクルコの方ですね、使ってみます。でまずは58キロぐらいで走行してクルコのスイッチを押してでセットで設定速度を55にして前の車に現時点で50キロで追従してます。レーンキープの方も押しといて、レーンキープに関しては65キロ以上じゃないと起動しないんで、まあ、意味ないですけどね。で、まあ、59、60、まあみんな60キロ以上出しますからね、車が混んでこないと追従の方はできないかもしれないですけど、視界線もいいですし直進性がだいぶ上がりましたね。およそ 500m 先左方向です。でもうすぐきつめの左左折しないといけないんで一旦キャンセルして左方向です。よいしょ。こういう時はもうキャンセルしないとダメですね。およそ 600m 先直進です。よいしょ。でまたスイッチをセットしてこのスイッチを押さなくてもキャンセルしただけだとまたセットしたらまた起動するんで、でまた60までセットして直進です。先頭なんで赤信号とかで止まったらもうブレーキペダルを踏まないといけないですね。でマイナス長押しで10キロ減速してでプラス長押しで実機を加速して加減速するスピードが先代よりも速くなっているような気がするんですけどね。でこのような緩やかなカーブでも全然クルコの方を使えて、よほどな急カーブとか左折とか左折じゃない限りクルコも使えますよね。先頭に赤信号止まっていて前の車を感知できてないんでブレーキを踏まないと、でまたセットして30して60にセットして58で今設定速度も58で追従してますね。で左下が車間距離の調整スイッチでこれが一応車間距離が取れている状態ですね。あ赤信号ね、そんな先頭なんでブレーキを踏んで70キロ以上出しますからね、こんな道だったら。発進加速チェックのためちょっとだけ大きく振って。いいです。まあ、EHEV ほどではないですけど、ガソリン車でもそこまで不満というのない加速性能を